この背側、背側がですね、ちょうど真ん中が黒く一つ帯になっています。で、この今日持ってきたスルメイカは結構まだ新鮮です。で、この外套膜のこうポチ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 ってこうついてますよね。この色がついてるんですけど、この一つ一つが色素胞って言います。で、色素の入ったまあ風船みたいって言ったらいいかな。それが、筋肉がついてて広がってるとこういう色が出ます。ですから色素が今広がっててこういう点々点々になっている。で、点々が一番濃いのがここの背中になってるんですけど、この色素胞が筋肉が今度死んで緩んでくる。だん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 鮮度が落ちてくると筋肉が緩んで、これがどんどんちっちゃくなっちゃう。そうすると、この色じゃなくて、下の筋肉の白い色が出てくる。だから、鮮度の弱い、鮮度の悪いイカ、それは白っぽく見える。細かい話すると、この、体の体表はですね、だいたい4層ぐらいの層になって、薄い皮が。で、ですね、一番上は透明な皮なんですけど、その下側に色素胞の入った層が3層ぐらい。黒と赤と橙。で、その一番下側に今度白い龍骨胞あったんですけど、白い色素胞の層がもう一個ある。で、その下側に筋肉層になるんですけど、筋肉になるんですけど、だからそれがすっごい薄いんですよ。もう本当にこうつまんでもつまめるぐらいっていうか、すごく薄いんですけど、その一番下側にね、反射床板っていうのが入った層があるんです。その反射床板が入ってきた光を反射させる。だからイカの体っていうのは、その反射床板をうまく使うと金色に光ったり銀色に光ったり、あるいは金属光沢が出せるんですね。生きている時のイカって、それはすごく素晴らしい色を出してくれます。特に腹側にはそういう反射床板が多いっていうのは、上がキラキラしてますから、腹側はこういう、なんていうのかな、キラキラ感を出さなきゃいけないっていうんで、反射床板があるんだと思いますけど、スルメイカ、まあイカの一般のイカの体っていうのはすごくよくできているということが言えます。背中が腹側に比べるとすごく色が濃い。で、どうしてこんな色してるのかっていうと、スルメイカっていうのは割と海の中層域に泳いでます。ですから上から覗くとですね、海の中って暗いんですね。ですから、こう背中が黒いっていうことは、上から見られた時に下の黒い、まあ暗い底の方に似せて自分の体の姿を消してるわけですね。で、逆にこれひっくり返すと、腹側っていうのは白っぽいです。で、白っぽいっていうのは上から光が来てますから、下から見上げられた時に、今度黒い色してるともうすぐにね、見えちゃいますけど、影で。それがなるべく見えないように白っぽく、上の光と同じような格好になって、で、両方でカモフラージュって言いますけれども、自分の姿を敵に見にくくしてるっていう作用があります。こういうふうに描く人結構多いんですけど、イカもタコも。腕がここに生えてる。